に濡れる、ずっと五十音ありますが、例えば今米かきくけこですね、これまみむめまみむめも米、これは玉返したらどういうふうに取るかというとですね、こちらを、島と言います、行と書いて島、目、これが交差するところを玉返してですね、米を一言で言うと何に変えたら、これ交差するとけですね、け、米の玉返しはけに変えるんです。ですからけって言ったら食べ物、さっき言った未決神、未決ね、だからこれもそうです、大月けで、私たちをお身をつけと言いますね、お身をつけっていうのはけが言いたいためにたくさん接頭語をつけるんです。だから日本語っていうのは一音一語で表したんですね、本当は。で食べ物もこうなるということをここに玉返しのところでさっきちょっとお話しました、読みましたが、そうなるわけですね。でこの日本人にはこの国際食が与えられている。国際食っていうのは穀物と野菜ということですよ。だからもっと具体的には五穀が与えられている。でその五穀を食べれば心血おのずと清まりって書いてあるんですね。そしてこの H が湧くと書いてあります。ですから私たち日本人の食性というのは五穀を中心として、やっぱり食性の改革で、これは佐野の御事は食性の改良をもって第一義となしたまうとこう言われるんですね。でこれを悔い改めると、食べ物を改めるんだと。そしてこの固有の美風良俗に帰らなければならない。だからまず第一に肉食を廃し御霊を清めなさいというわけですね。私たちはその肉食の中でも特に決められてるんですね。これは牛と馬が一番悪いんだそうです。牛と馬、なぜかというと牛と馬は神様が人の労働の手助けとしてこの牛と馬を創造されたんだそうです。ですから昔の例えば農耕というのは必ず牛と馬によって農耕してるんですね。それをいつの間にかお百姓が自分の大事な神様から授けられたものをすき焼きで食べるとは何事だと、でこういうことをやるから農業がだん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 成り立たなくなっていくんだと、こう嘘みたいですけど、私はそういうところをやっぱりね改めていく、もうそういう時代に来てると思うんですね。今まではですね、まあバーチャルな世界でですね、みんなもう欲望むき出しで、来て結果がこんな結果ですよ。やっぱり一番私たち確かなのはこのやっぱ大地なんですね。ですからこの資料の中にも鬼三郎選手はこの農業を主体とした農村をですね主体とした社会づくりが本当は魅力のようだったわけですね。でこの今私たちの文明というのは火の文明であると、火、水の文明に変えらないといけないって言うんですね。水の文明、火の文明から水の文明に変えらないといけない。でアグリカルチャーっていうのはですね、まあ、カルチャーっていうぐらいですか、文化っていうわけですけど、本当は水の文明っていう意味ですよね。アグリ、アクア、アクアですからね。だから私たちはやっぱり食べ物をやっぱ変えていく。ですから日本の自給率でもそうですよ。今日本人が全部ですね、まあ、仮に玄米菜食に全部変わったら自給率は7割ぐらい上がっちゃうんです、だから私たちのやっぱり生き方自体でですね、物事のバロメーターどんどん変わっていく。だからそういうところに私たちが一人でもまあね、自らやっぱり自分を改革、覚醒していくことによってですね、本当の魂を取り戻し、そしてこの日本の国土、しかも日本の国土は、さっきの霊界物語をこうずっと読むとですね、この日本の国土そのものは金流と銀流によって作られたんですよ。じゃあこの金流と銀流の主体は何かっていうと、さっき言ったイザナギイザナミ、名前を変えれば国と子たちの御事、豊国姫となるんですけど、このニシンが金の流体、銀の流体になって世界中を、まあ、修理個性作ったんだけど、最後にこの日本の最後に金流銀流は
柱となって、柱に金の柱銀の柱になって倒れたってわけです。で金の竜は、羊猿だから西南ですね。西南から東北、そして銀竜は東北から西南に倒れる。だから日本列島っていうのはよく竜の形をしていると言いますね。でよく言われるのがどちらが頭ですかって言うんです。どちらが頭なのか。これはだから金竜と銀竜両方の頭がある。だから九州を中心にするとこれ銀竜の頭になるわけですから、九州が頭になるし、また牛虎から見ると北海道が頭になるんですね。ところがこの台湾は竜の冠だって言われてますから、そうすると、こちらが頭とも言えるわけです、まあ、とにかく、まあ、私たちの住まいするところは神様の体の上だって言うんですよね。この日本の国土は神の体ですから、神の体を汚す生き方はやはりいつしかさっき言った天職の違反が起きてきて大変な目に遭うわけですね。でこの私たちの肉体とこの宇宙っていうのはやはり何て言うんですかね、同じような、同質であると。で私たちは6兆個の細胞があるわけですけど、その1個の細胞の中にですね、この社会と同じものがあるっていうんですね。私この前京都大学の留学生の女の子からですね、細胞学をやってる人からね教えてもらって、もう本当驚きました。いや人間の細胞の中には役所もあるし、警察署もあるし、いろんな機能があるんです。そこに勤めてる人もいるんですよ、一個の細胞の中にですよ。とはちょうど私たちの社会と一緒じゃないって話したんですけど、ですからその細胞、小さな1個の60兆分の1の細胞の中にも社会があり、我々も社会を形成し、そして今度はこの世界というね、この社会の中にまた私たち生きてるわけですけど、全てこの全部ね関連性があると。ですから天変地変が起きる、台風があったりですね、いろいろするのは全てこれ私たちの人心の荒廃から来るんだそうです。つまり汚れてたら払い清めようとするわけですね、神様が。それで日本の神道の中には払いど世柱の神っていう神様がいらっしゃいまして、この中の早さすら姫って一番最後に出てくる神様はですね、スサノオノミコトのことだと言われています。だから早さすら姫、スサノオがさすらうというのと、さするですね、さするっていうのはゆすりさするとかっていうでしょ、地震洪水、それは全部ねスサノオの荒ぶる働きなんですね。荒ぶるから悪いんじゃないですよ。それがあるから初めてこの大地間が新陳代謝、新しく蘇ることができる。だからスサノオさんというのはものすごく慈愛に富み、ある時にはそれを生命を再生蘇生させるために早さすら姫としての働きもされるっていう。だからそうしてみると私たちは日本の神話小さく捉えすぎてるんですよね。そうじゃなくて本当はさっき言ったようにスサノオノミコトっていうのはなんとペルシャの、ね、一番奥深いところまで行かれたと、まあ、いうのが、まあ、霊界物語に出てくるわけですね。でそこまで行ってみるとやっぱりその証があるわけですね。でその不思議なことにこれ国々によって全部名前が変わるんです。日本ではスサノオノミコトという、ね、それで朝鮮半島では五頭天皇というし、朝鮮と今中国の境にある山、白山、長白山という山がありますね。あれ本来は朝鮮族とモンゴル人、満州族の霊山なんですが、今は中国領に半分になってしまったんですね。ここには断君というね、断君神話というのがあるんです。断君、この断君こそがスサノオなんですね。だから昔日本が朝鮮半島併合してた時、ソウルに朝鮮大神宮という立派な神社を建てたんですよ。朝鮮大神宮、その時にこの朝鮮大神宮の祭神、お祭りする神にどの神をまあ、今祭るべきかという論争になったんですね。日本から派遣されたのは福岡の箱崎宮の宮司だったんですね。でその人は
男君を小さいすべきだって。男君を、男君はスサノオですからね。そうすると朝鮮民族の親でもあるわけですよ。朝鮮民族の親、だから日本民族の親でもあるわけでしょ。だから日朝同祖論、つまり同じ先祖をいただいてるんだっていうことで、お互いに仲良くなれると言って日本政府にそのことを申し上げた。ところが当時は国家神道ですから、国家神道だから今の感覚と全然違うんですよ。その時代の勉強したらこんなにひどいもんだったのかと思うんですが、そんなことは許されないですね。それを決めたのはみんな、まあ、言えば政府の事務官が決めるんですね。宗教とか何も関係ない人が、いやそれはダメだと。で結局どの神様をお祭りしたと思います？天照大神と明治天皇ですよ。それを朝鮮人に拝ませたんですよ。だから日本がまあ言えば朝鮮半島から引き上げるときに一番最初に壊されたのが朝鮮大神宮だったんですね。いの一番に壊された。だからやっぱり私たちはそういうインターナショナル性っていうのはやっぱりね、神様の世界って全部つながっていくんですよ。でそういう本質を全部日本人は理解できるんですね。だけど他国は今もうそれで大変でしょ、対立が。ところが日本の中で全部それが融和してる、融和し合える、そういう、まあ、本来のものを私たちは魂のどっかで、ね、明確に知ってるんですね。だから取りようによってはいい加減と言われるんで、いい加減じゃないですよね。そうじゃなくて非常にいろんなものを吸収して調和する、そういう高い能力を神様からいただいてるんですね。でそのことが分かると誇りになるけど、日本人っていい加減やなと言われると、ね、自信をなくしてしまうでしょ。だから本質が分かればそうじゃないよと。日本人は全ての人類、全てのまあ人種に対して非常に優しく調和をできる、そういう冷静神性を持っているというふうにやっぱり言っていくべきだと思うんですね。そのことがやっぱり今からの世界を変える力になっていく。で日本はヤホヨロズの神の国と言われるけど、ヤホヨロズではダメなんですね。だって石を発する一番の統一点がないんですよ。だってヤホヨロズはバラバラでしょ。だって石の発信源があって、全てのものが何て言うんですかね、その役割に応じて使命を尽くすときに絶妙なバランスが生まれてくるんですね。だからこの日本の国民族っていうのは宇宙創造神を本当はちゃんと知ってる。しかもその宇宙創造神の魂が全て付与されてるってことも知ってる。だから生命を慈しむこともできる。そういう本来の特性をですね、私たちは今蘇らせていく必要があると思います。まあここでこの、日本人は米を食べなくちゃいけないということをね、さっきの11巻の中で言います。西洋人は麦を常食としている。これはそういう風土なんですね。麦の発祥はイラクと言われてますけど、やはり私たち、まあ、高温多湿の国の日本、まあ、これは本当は洋の国なんだそうですが、そこの日本人が食べるのは、まあ、東洋人ですね。米食をするのが天賦の本性であると。ところがだんだんこれがやっぱり変わってきて、ね、今はパンを食べる人多くなってまして、ここではですねこう書いてある。本来日本人は米を食うと、まあ、麦ですね、麦は日本では牛馬の食うべきものと決まっている。牛馬が食べるのが麦であると。まあこれちょっと、まあ、こういうことを聞くとカチンとくる人もいるかもしれませんけど、だから日本人はやはりこの米を食べろと。それでこの食っていうのはやっぱり風土に合ったものを食べないといけないって言うんですよね。だから例えば寒い国、北海道では昔から豆大豆が取れるというふうになっていると。で今はそれがもう本当に天産物自給の原則が崩れてですね、地球の裏側からでも来ますし、まあ、そういうものが私たちの肉体もさることながらこの霊性にまで及んでいるということなんですね。だからこの食、いい食住っていうのは非常にこう重要であると。知らず知らずに私たちの霊性まで変えてしまうということになると思うんですね。だからもっといいある面で言うと、この我々は本来の
神話性っていうんですかね、神話性を取り戻していくことが私たちのアイデンティティっていうんですか、本来の日本人であるということを、理解することができるということになります。もう一つですね、今日はたくさん資料がありますので、霊界物語39巻写真活躍鳥の巻序文というのがあります。これは大正11年、この霊界物語の39巻の冒頭に出てくる序文です。これはまあ大正11年ですからね、大正11年の頃のことを書いてあるかっていうとそうじゃないですね。これ堀三郎選手がですね、将来の日本や世界はこうなるぞっていうことを予言した予言の歌と言われています。で少し読んでみましょうか。ヤマタオロチやシコギツネ、マガオニサグメのはびこれる暗黒ブドウの世の中は仁義道徳影もなく、常世の闇のごとくなり、人の心は日にすさび、世道は月に大敗し、親子うどんじにらみ合い、敬定互いに愛せめき、親戚争い愛離れ、法有真を忘却し、互いに悪魔嘲笑し、消化は常に反目し、意志の組閣は恐ろしく、糞上耐える暇もなく、資本家労働者相対し、農耕省は新規せず、不景気風は吹きまくり、官民互いに癒しみて、政令全く行えず、地獄疎遠に陥りて、国家社会は刻々に危機に瀕出もろもろの、殺気の間が技時を得て、亡霊盛んに行わる、中世の人士は足引きの山に隠ろいのに潜み、頭をもたぐる時を得ず、患者は天下に長領し、誠の神は世に入れず、乱れきったるシャワ世界、挽回すべきよしもなし、医学衛生完備して悪疫ますます蔓延し、交通機関は完備して生む通ずるの道もなし、国家の浮力増進し、しかして飢餓は人々の頭に刻々迫りくる、法系なるに従いて殺傷しきりに行われ、生産ますます型にして物価は時々に凋落し、輸入超過の惨状は全くその度を失えぬ、国庫ようやく急防し、打艦借艦とうとうと経済界を危うくし、国防なるに従いて国辱しきりに起こるあり、後期は俗に親しみて非戦はますます戦場す、富豪階級はおしなべて皆分弱に流落し、飲酒の欲をあさりつつ日に世に社会をけがしゆく、貧者いよいよ急防し、怨嗟の声はいやたかし、都会に住める人々は安逸気楽になれすめり、社史限りなく増長す、田舎は都会の風に染み、純朴の木は血を払う、学者の偏境老劣さ、戒論明説愛ひさぎ、宗教先父に従事する、僧侶は教義を曲解し、宗祖の教師を滅ぼして、貧困を常に月に堕落しつ、精神界を撹乱し、武人は銭を愛着し、指導を全く廃りゆく、証拠は暴敬こととなし、信用全く地に落ちぬ、青少年は悪風に目を幻惑し、世に習い奇想で肺から飲み好む、良家の子女は学校に通いながらも蝶の音、紅おしろいを塗り立てて陰火の風は吹き去る、不良少年続出し、社会の秩序を混乱し、収拾すべからずなり果てぬ、賢母良妻家に泣き、畜生常に逸落す、芸儀や将棋や繁盛し、良家ますます愛さびし、国家の言論はただすらに、老後を急ぎ勢力を争い、古文を相募り、性格権をもてあそび、党兵擁護に余念なく、神聖無垢の議事堂に金銃叫び蛇を投げ、雲助杯の行動を演出するこそ歌てけれ、国家の占領は大切な国技を軽視し、侮辱して権権豪豪市場の落とし、国道乱りに浪費して、民の負担は日に重く、負荷はますます大となり、国家破産の帳を開く、眼を転じて眺むれば外部しきりに相至り、国交をますます悲運なり、人の思想は悪化して噴火惨状にあるごとく、いつ爆発も図られず、これをば思い彼を思い、夜もろくろく眠られず、涙は支援に棒立たり、
古今未曾有のこの惨状、救いて松の神のように開かんための神の道、立てさせ玉石尊さよ、ああ神ながら神ながら御霊さちはえましまして、五逆十悪の濁りようを誠の神の現れて納め賜る時はいつ、松間の長き鶴の首、亀の弱いのとこしえに守らせ玉いと乗りまつる、天地の神も盛りまし、風白怒りを愛発し、台風しばしば到来し、雷電ひらめき激として、天津美空になり渡る。水神たちまち角度して水難しきりに続発し、海神怒涛を巻き起こし、地上の創生を洗い去り、大地の神は干ばつをもたらし、地液を払いまし、地震の神は地軸をば地地に動揺したまい、汚れし家屋を焼き倒し、下流は紅蓮の下を吐き、地上の上を焼き尽くす。軍神怒りて天族や地ををくまなく応殺し、清めたまうぞ賢けれ、神の恵みの幸はいて天来道の大偉人、現れきたり阿弥陀の桃の汚れを決裁し、誠の道にかない人神に選ばれ仰せたる、民をば永遠に救いまし、弥勒の御代となるなれば、ここに初めて天国は地上にめでたく権現し、無常白くの世とならん、邪心を凝らし全身を救わせたまうご経輪、言うも賢き次第な限りなり、これぞ全くすめ神の 我らにたまいしごいくんぞ、鎧を生まずすめ神は神君垂れさせたまえども、呼びとの心いやくもり、真意を介する者もなく、大義を没し名分を悟らざる者ばかり、すめ狼は世を嘆き神の教えを立てたまい、呼びとを導き救わんと綾の聖地にあれまして、行動本義を乗りたまう、尊き世とはなりにけり、神の御綱に惹かれつつ寄り来る人はおしなべて、この御教えを順法し模範を世界に示しなば、人は次第に善良の御霊となりて、世のために尽くす真人となりぬめし、さすれば神は喜ばし、自然に天地は清まりて、御風十雨のついでよく、実月並び輝きて万民歓喜の雨に濡れ、草木は緑に緊張は神の御国に太平を、歌いて神の御恵みによくする御代となりぬべし、ああ神ながら神ながら神代の陶器物語、写真活躍虎の巻、自分序文に変えて述べ立てると、これが39巻の序文に出てくるんですね。聖者の涙というタイトルがついてますが、ここにありますように、このヤマタオロチや四孔狐、真顔にサグメって言ったら、さっき言いました、この地上界をやっぱり我が物顔にしようとする邪神界の働きがやっぱり厳然としてあるというわけですね。それにやっぱり憑依される、憑依をされるときは人はね、必ずあるものに侵されているときなんだそうです。それは何かっていうと、道に神知の三毒なんだそうです。道に神知、これは仏教の用語なんですが、鈍は貪る心ですね。貪欲の鈍、心っていうのは、死の情と言いましてね、鈍心、鈍心地の三毒で、鈍はこれやっぱり貪る心とか執着とかね、そういうものを言いますね。でこういうものが強い時はね、邪心がスーッと漂流するんだそうです。でこの真意の情っていうの、真っていうね、これは怒り、憎悪、恨み、強い嫉妬心、そういうものを抱く時ですね、邪心界が漂流して、もう自分が自分でなくなるんです。つまり別のものが自分を操り始めますから、あの人あんな人じゃなかったのにっていうところ、それはもうその人がいなく隠されてしまって、別物がその人の肉体を支配することを憑霊と言いますね。だから今の時代多いですよ、ものすごく多くなってるんですよ。だからあるでしょ、もうほらね、突然もうね、なんか命を絶つ人、本来は人間というのはやっぱそうできてないんだけど、なんか違うものがささやく、そういうものに支配されてしまう。
それはそういう怒りとかですね、憎悪で、この知っていうのは何だと思います？これは仏教ではですね、真理ですね、真理を知らないものという言い方がありますが、鬼三郎さんはもうもっと分かりやすくはっきり言うんですね。この知は愚痴だって、愚痴、言霊を汚すってね。私たちの言霊、言葉と言霊どう違うか問題ありますが、言葉に魂があるということでしょ、言霊っていうのは。だから私たちの言葉っていうのは魂が宿ってるわけですよ。だから物を動かすんですね。これはコンピューターの言葉は物を動かさない、感動させない、恐怖に陥れない。ところが人の言葉っていうのはいい意味でもあるし、怖い意味でもあるんですよね。だって魂が乗り移るんだから。いい時はいいけどね、あんたは絶対に許さんとこう言われただけでもう震え上がる人がいっぱいいるわけですよね。え、そうでしょ。その人の魂が乗り移るからですね、もうずーっとして支配されてね、悩んで、中には自ら命絶つ人までいるわけでしょ、あの言葉一つで。とか無頂天にもなるわけですよ。あなたって本当に素晴らしい人ですねって、私こんな人に今まで出会ったことがありません、なんて言われるとわーっと舞い上がるわけですけど、あのやっぱり魂がくっついて、その一番本源はこれは神霊なんですね。神霊、神の魂が宿る言葉、まあ、これはだから祝詞、日本で言うと祝詞とか神の教え、神話もそうですね。だから神の教えを学ぶっていうことは人間の小説を読むのとは違うんです。神の意志が乗り移った言葉を学ぶわけだから、私たちの曇った魂をの曇りを取り除いてくれる力があるんです。私たちは自分の魂の曇りを取ろうったって無理なんですね。肉体の、 あの汚れぐらいは風呂に入って落ちますが。